墨壺を使って材料の芯積みを打つのは棟梁や年季の入った職人さんの仕事です。墨を打つほかに墨壺をぶら下げて下げ振りとして使うこともあります。墨刺しは一方がヘラ状、一方が棒状になった墨付け道具です。ヘラ状の部分は細かく割ってあり、カラス口と同じように定規に沿って正確な直線を描き出すために使われます。棒状の部分は叩きほぐして筆のように作られており、記号や文字を描くために使われます。出壺は墨の代わりに弁柄を使った墨壺です。弁柄は水できれいに洗い落とすことができるため、造作材など削り上がった部材の墨付けに用いられます。これらの墨付け道具はすでに飛鳥時代から使われてきた最も古い大工道具の一つです。